ゲオルク・フリードリヒク・ナップは1905年にドイツ語で発表し1924年に英訳されたスタートリッシュ・テオリーデ・デゲルダスの中で貨幣国定説と貨幣論という用語を生み出したドイツ人の経済学者である。その実助において貨幣の価値は物々交換のための自発的な商品貨幣という意味合いよりも国家による 構成上の創造物であることに由来すると主張した。クナップは、オーデンバルト軍、ミヒエルシュタット出身の科学者の、父フリードリヒルートビヒクナップと、偉大な科学者である、ユストゥス・フォン・リー・ビヒの妹であるダルムシュタット在住の母、カタリーナ・エリザベートリー・ビヒの間に生まれた長男である。父方の祖父のヨハン・フリードリヒクナップは、ヘッセン大公国議会の副議長を務めている。 グルジア出身のリディア・コレガノフと結婚し、長女マリアンネと西ドイツの初代連邦大統領のテオドール・ホイスの夫人となる次女、エリーの二人の娘を設ける。その後、妻が精神病を患って療養所生活となり、彼が一人で子供たちを育てた。1853年にギーセン大学からミュンヘン大学の教授に異動となった叔父のユスプスフォン、リービヒと共に父、 フリードリヒルートビヒも同大学教授として赴任することになり、クナップの一家はギーセンからミュンヘンに移り住むことになった。その頃クナップは古語に加えて自然科学、特に数学の魅力に取り憑かれた。彼はミュンヘン、ベルリン、ゲッティンゲンで物理学、科学、ローマ法、経済学の科目を学んだ。1865年、ゲッティンゲン大学で ヨハン・ファイン・リッヒ本中年の経済時代理論の研究で博士号の学位を取得し、数学を第二選考に選択して大学を卒業した。1867年から1874年まで、クナップはライプツヒ氏の統計局長を務め、1869年に27歳でライプツヒ大学哲学部の統計学教授に就任している。当時、 ベルギーの統計学者アドルフ・ケトレイが犯罪率や自殺率といった従来の統計学の対象とされてこなかった事案に対して研究を行っていた。ケトレイは犯罪を抑止する手段としての教育の重要性に疑問を持ち人間個人の自由意志による犯罪の抑止制御を否定し犯罪や自殺といった行為を生み出す社会的原因に 政策的な介入ををかけてその数を制御すべきだと主張した人間の自由意志不在を意味しかねない、ケトレーの主張に対し、ドイツの統計学者たちは、カントの道徳哲学を基盤にした、道徳統計という理念を持って、自由意志を肯定しているが、クナップはその道徳統計に立脚した科学的な死亡件数の統計に基づく、基本論文を発表し、ケトレーの主張を批判した。 1874年にクーナップはシュトラースブルク大学の招聘を受けて経済学の正教授となりグスタフ・フォン・シュモラーと共に歴史学派経済学を牽引する若手の一人となった。彼の研究テーマは農業と社会政策の分野であった。彼はドイツ社会政策学会の創設メンバーの一人となった。彼の研究の中で最も重要の業績は 1905年に出版されたシュタートリッシュテオリーデゲルダスで示された貨幣理論であり、貨幣価値は経済的自由からよりも実定法によって確立されるとした。貨幣は法律の創造物であると非常に独断的な文章が最初の文章に書かれている。クナップは様々な商兵の話を辞退し、第一次世界大戦中の1918年まで、 ストラスブールに泊まって、抗議を続けていた。1918年に彼は、プールルメリット勲章を授与されている。1919年、彼は、困難な状況の中で、第二の故郷ともいえるアルザスの地から、退去せざるを得ず、その後の晩年の数年間は、ダルムシュタットの親戚宅に目を寄せて暮らした。クナップーは、プロイセン、バイエルン、ハイデルベルク科学アカデミーのメンバーであった。 1926年、ゲオルク・フリードリヒク・ナップは、ダルムシュタットで死去し、ウォールド・フレット・ハフ・ドムシュタットに埋葬された。1924年に、ザ・ステート・セオリー・オブ・マネーのタイトルで出版された、スタートリッシュ・テオリー・デ・ゲルダスの表紙、スタートリッシュ・テオリー・デ・ゲルダスは、 ジョン・メイナード・ケインズの働きかけで1924年に英訳版が出版されたが、英訳版に先駆けて1922年に宮崎予造による日本語への翻訳がされて、岩波書店からは訳版が出版された。マックス・ベイバーは、クナップの著書について、名実ともに、優れたドイツ語の著述法と科学的鋭い、洞察力に満ち溢れた偉大な名作の一つと呼んだ。 近年、アメリカでの現代貨幣理論の議論のテーマとして、クナップの表権主義が再び脚光を浴びるようになってきた。アメリカ人の人類学者兼無政府主義者である、デビッド・グレーバーが書いた、デッド・ザ・ファースト・5000イヤーズや、経済学者のアン・ワル・シェイクが書いた、キャピタリズム、コンペティション、コンフリクト、クライシーズの論文中で言及され、再度世に見出されることになったのである。 ドイツ国内では2014年に設立されベルリンに拠点を置くプフェンドルフ政治経済協会がクナップの貨幣国定説を支持している。2017年2月に経済学者のハイナー・フラスベックと政治経済分野を取り扱うインターネット雑誌ミクロスコープの編集者であるパウル・シュタインハルトが中心となってゲオルク・フリードリヒナップ。 ゲゼルシャフトフュアポリティッシュをカナミ EV が設立された。GFKG の目的は、幅広い経済政策教育を提供することであり、また、ドイツの小学部の新古典主義の独断主義から、脱却しようとしている博士候補たちへ、その研究の論理面、内容面、及び概念面に関する必要なサポートを提供することであるとしている。 ライズ・オブ・スタティスティカル・シンキング、1820から1900倍テオドール・エム・ポーター P187 ハット、ラインズ、ジョージ・エドウィン、エド・ナップ、ジョージ・フリード・リヒ。エンサイクロペリア・アメリカーナ、ABC ・イカマモトキ。19世紀ドイツ道徳統計学の自由意志、論争。JSS-SOCIOLOGY.ORG、2020年4月29日閲覧。 A.B. 山岸としつぐ。統計、道徳、社会、そして教育マイナス19世紀ドイツ道徳、統計論史から、シニア、2020年4月29日閲覧。A.B. アシカガスエオ、ドイツ社会統計学師匠、経済統計学会、2020年4月29日閲覧。V.G.L. ハイアーズ・クエレン・サムラン・ツアゲシヒテデア・ドイチェン。 サジョルポリック1867ビス1914アイアップタイランフォンデアライヒスクランドンセットビスツアーケーザーリカンサジェルビッツシャフト8バンドグランドフレーゲンデアサジョルポリックインデアオフェンリカンディスカッションカーチャンパティーンベラインウントバーバンドビルバイトゥットフォーナルフストレマルフローリアンテンシュテットウントジゼラフレカインスティンドムシュタット2006 S246、249、296 24、302 29、304、308、312 30、317、320F、326、329、343 32、361 34、374 36、377、396 37、405 39、411 40、413、417、422、 428、430F、433F、445、448 45、451、454、457、462 45、464、46 472、貨幣国定学説、クナップ著、宮田滝夫造役、ジェラルド・ブラウンベルガー、ワズイストのイアンデアモダン・マネタリーセオリー、アイネ・エアリネールにアンラップスしたアトリッシュ・テオリーで、 ゲルダス。フランファーター・アルゲマイネ・ザイトゥング。2017年7月15日。閲覧。サミュエル・プーフィンドーフ。ゲゼルシャフト・フュア・ポリティッシュをカナミ EV イイイ。2018年3月24日閲覧。ゲオルク・フリードリヒナップ。ゲゼルシャフト・フュア・ポリティッシュをカナミ EV イイイ。ミクロスコープ。017から07から15閲覧。ダイ・ハー・ウスケーバー。 グランドンでアげおルくフリードリヒナップ、ゲゼルシャフトフュアポリティッシュをカナミ EV、ミクロスコープ220170715へ閲覧。ありがとうございます。